はい、じゃあどんどん行きましょう。今日は結構いっぱい撮ってるんですけどね。福沢さん行きましょうか。最後が荒井くんね。もうこいつ、あ、またか。はいはい、うん、ジェン G 組に在籍してまーす。私の話す話は水泳部の話。大好きだ。君って泳げる？俺は無理。犬かきなら得意ってわけでもないから、まあ泳げないにしとくか。俺は金槌やね、悪いけど。プール嫌いやね、うん、風呂は好きだけど。私は大好きだけどね。いや、俺が大好きだよ。間違えてもらったら困るぞ。私のお姉さん、お前、姉おんの？お前。あんまりお会いしたくないけど。7つ年上ってことは、ん？俺とタメぐらいか？もしかして。うん。あんまり会いたくはないわ。ほーん、魚みたい。トビウオ。へえ、いいな。水泳ってね、趣味に したくはあるけど、俺は金槌やからな。すごい運動量が多そうでいいよな、水泳って。スポーツ趣味でやる分には分かっとるわ、お前。カレーだった。あ、すごい選手が瀬戸優子さん。うん、魚の生まれ変わりね。ないきなり殺したんなよ。たんなよって、まあそれは事実を言ってるんやからしゃあないけど。魚のくせに。魚もなんか心臓麻痺とかなるんかな。みんな驚いて助けに行った時にはもう手遅れ。怖いね。猿も木から落ちる。瀬戸さんも水で溺れる。溺れるじゃないわ、心臓麻痺する。うん、うん、どんな変なことが起きたと思う？なんだって？誰もいないプールで誰かが泳いでいる。誰もいない物質で水がびしょびしょになっている。泳いでいる時足をつる人が多くなった。どれでもええわ、ランダムに決めたんだ。ほらそうなのよ、俺の言いなりやな。物質をきれいに片付けておくでしょ。するとね、次の日物質が水浸しになっているのよ。壁とかにも水滴がついていて、まるで誰かが水をまいたみたいな。たちの悪いいたずらやな。はぁ、霊って信じるんや。忘れられない。事故に遭う。そのあり、ええ迷惑やろ。誰が殺したわけでもないのに。うん、誰かに足を引っ張られた。そりゃ迷惑や。それは思い違いやな。人間関係というものを分かっていないな。そらそうや。それもどうかと思うけど。いい方の噂は当たらんかったけど、悪い方は当たるんか。泳ぎを教えてやれよ、瀬戸さんの例も。そんな悪いことせんと。使用禁止。
けただけで不幸になる。ひどいな。開かずのロッカー。まあそのロッカーを使わんかったらいいだけやろ。ん？興味あるよ。何でもあるよ。特に女子更衣室には興味があるな。行く流れか、マジで。お前と一緒に行くんか。お前行こかんじゃ。行こう行こう。行くっきゃないよ。きゃない発言や。どういった格好か。お前マジか。すごいな。誰もいないって。わあ、びしょびしょだね。ほんまに霊やないか。この音楽はあれやないか。殺人クラブの。死ぬのか、これは。ちょっと長丁場になるかもしれんな、これは。片っ端から開けてみようか。お前が開けろ。いっぱいあるな。右から行こうか。ウィーン。何もないね、うん、普通やな。てか女子コフィスを物色してんのかこいつは。しかも一番右じゃないやん。右にもなんかあるぞ。女子更衣室を女と一緒に物色している。変態やな。ちょっと気をてらって一番左。ガタン。濡れたタオル。マザー2か。おお。うん。やだ、もう怖い。キャーキャー言っている。ちょっとショットガン持ってこい。おとなしくさせようぜ。あらら。じゃあ真ん中行こうか。眉をしかめた。臭い匂いがするよね。大好きだ君。ちょっと開けてよ。やだよ。お前が開けろ。お前が開けろっちゅう。キャー、なんやねん、雑巾かよ。ネズミ。いやん。やめろ。お前を前に出したい。うぜ、うん、どれが当たりや。5番目。何もないんか。でも何もないのがそうなんちゃうんか。そうやんな。やだもう、大好きだ君。ごめん、嘘だよ。てか二人で単独で来ることに他のやつは何も抵抗感じんのか。せっかくみんなの時間を割いてんのに。もう左から右から順番に行くか。うん。
お前ちょうど飲み物を口に含んだところで何ということ。これは不意打ちにも程があるぞ。やっちゃった。うわ、なんなんこの BGM は。僕にどういうこと見た。なんかこういうところを見ると俺は茶化したくなんねんけどね。なんか開けて閉めて開けて閉めてとかやったら表情が変わってるとかないんかな。もう一度開けてみる。いや、もう一回開けるべきやな。うん。あれ？開かない。おお。半開き、一瞬だけ。いや、やだ、大好きだ、君。何今の。いかんぞ、これは。またバットになるんじゃないやろな。うん。お、大丈夫か？帰れるか？あー、なんかあるな。あ、違うんか。ふーん。意外と短かったな。何やったんや、結局。何やったんやって。まあ、種は分かっとんのか。じゃあ、もう一個行きましょう。荒井くん。うん、このまま引き続きね。動画的にも。はいはい。さあ、何が来る、お前。うん。そうですよ。困るよ。うん。なんか話してよ。うん。そういうことやな、確かに。なんでよ。ねえよ。まあ確かに今までろくな目に遭ってないけど。うん。なんで？へえ。人形？うん、変になったと思うよ。そうなんや。すごいな。うん。ということは人形関係の話か、こいつの第7話目は。人形はお好きですか？まあフィギュアなら好きかもしれない。うん。何ですか？あ、そうなんですか。なんで？なんで人形って、やっぱり人間を模してるからそう思われるんかな、みんなに。全く同じこと言うな、こいつ。腹立つわ。かわいい。いや、そんなことない。粘土ロイドとか、いいやん。あ、そうな。まあ、リカちゃん人形とか、あの辺はどうでもいいけどな。初音ミクの
粘土ロイドにも魂が宿るんか。人格破壊者、うん、人形に履歴書はないんです。名言かもしれんな、これは。人形に履歴書はないんです。話はしたいんやろお前は、うん、なんか映画の話したり人形の話したり、結構勝者やなこいつは。うん、うん、おお、マリオネット、ほう、肌は真っ白で髪は黒く大きな瞳が特徴、美しい人形。気味が悪い。ローゼンメイデンか。水浸島か。ローゼンが作ったんやろ、お父様が。うん、それは人形の造形によるわな。は？何それ、作ったやつはどうなんねんじゃ。作ったやつも死ぬんか。なんじゃそりゃ。なんで？みんなそんな不安を抱えてるのか。生徒たちが犠牲になっている。一人は死ぬってことか、毎年。なんちゅう学校や。へぇ。ふん。それが第7話か。なんという、警察が調査せなあかんな、それは。なんだって、金井翔一くん。なんかそういう友達多いな、お前。友達というかお前が話すやつの中にそういうの多いな。必ずびっくりしていました。それにどこかで物音がするとその原因が分かるまで不安そうにキョロキョロ。よいしょ。焼却炉の脇か。おお、動画や、動いてるぞ。彼の癖に慣れていましたから、どうしたら、また何かいたのかい。
なんかひどいことを、ひどい対応やな。人形がいる焼却炉の中で人形が僕のことを呼んでいるんだ。ひどい。危ないぞ。てかもう今学校に焼却炉ってなくなってきてるんじゃなかった？この当時はあるんか。マジか。まだなんとも言えんな。まだってお前から詳しい話をまだ聞いてないもん。別に笑っては、まあすいません、笑ってました。半笑いで喋ってるかな今。グニャグニャすんなよ、今ちょっと酔ってんねんか、気持ち悪いやろ。やっと終わった。なんやねん、話が飛ぶな。日本人形、稚児人形、まばたきをした次の瞬間にはいなくなっていました。ほうほう。ソフトボール中に金井くんが暴れだした。やめるぼや、これはちょっと窓のない病院に行かなあかんのちゃうか。ひどい。暴れ者のような。そんな学校潰してまえよマジで。誰か一人間引かれるとか。そうやな、全くその通りや。思う思う。先生には被害が及ばない。お前保身か。許されんな。は？入る前から選ばれている。校長、校長最強説。へえ。ちょ、これはもしかしてあいつちゃうんか、細田のことちゃうんか。へえ、ずるいぞそれは。なんじゃそら、学校どこまで腐った学校やねん。あらゆる大会でこの学校を優勝に導いたり、一流大学へ何人もの現役合格者を出したりする。へえ。じゃあ学校の業績のために一人犠牲になってもらおうという話か。終わりか。いや、待ってくれ。彼に同情の目を送る。聞
候が目立ち始めた。点数が悪かったんちゃうんか。僕に構わないで。なんかロマサガ3の少年みたいな。うん。うわぁ。うわ、見て見ぬふりか。まあ自分らには被害が及ばんからな。骸骨のように。ちょっと危ない子になってしまったか。休ませていいんか。うん、なんでや。導かれてるな、人形に。そんなやつがおったらクラスにも悪影響が。うわ、僕のこと怖いだろ。誰も僕の話を聞いてくれないんだ。頼むよ、相談に乗ってくれ。幽霊の声扱いしてる。へえ。はあ。帰りながら話そう。いやー、そんなことはないよ。ありがとう。うん、やろう、やな。うん、僕今日死ぬんだ。なんだと？これは。はあ、ははあ、うん。何をさせたんや、この洗いに。マジか、人形と気持ち悪い。キモいね、お前。金井くんもなりきってるやないか、向こう側の人間に。嫌なやつやな、もう。お前は人を巻き込むな。うん。いや、それはない。ヒヒヒ。フヒヒヒ。キモいね。息臭いね、お前。冷たかったのか。凍りつく息。家からついてきて、寝てる時のべったりやな。友達になれや。何がしたいんやろな、人形は。暇すぎるやろ。ニーッと笑う。明日死ぬからなんや、相談って。
たい。うん。うん。来年で終わる？へえ。なんでなん？なんか改革が起こったか？うん。行政改革が起こったな。あらららららまたかよ、もう近いねお前。ん？どういうこと？来年度のやつか。ああ、そうなんや。そいつが元凶なんか、マジで。誰や、誰？誰や？俺か？キャー！あらー、心臓発作。誰や？もう、まあそうやな、心臓発作ならな。うん。誰やねん、そのもう一人って。帰んなよお前。まあでもお前じゃないんやったらよかったな。お前か、もしかして。くそ、謎が深まるばかりやな。誰だよ、日野さんではないんやな。くそ、日野さんめ、いつも美味しいところを取っていきやがって。じゃあいよいよ最終話が次。よし、じゃあここで切りましょうか。